恒例の出勤日ですので来てくれてますけども、ちょっとお疲れです。ちょっとお疲れです。暑いもんな。おとといからですね、非常にこの男らしい、ね、スパイクチェーンを身につけておりますが、本人至って気に入っております、今日はもう暑くて立つ気がしないか、立つか、よし、やるぞ、かっこいいじゃないか、かっこいいじゃない。ということで、今日の乗りたい車は最新の WRX です、この WRX は、オレンジ色を、果敢に塗ってですね、デビューしたわけですけれども、いろいろ特徴としてはこれまでのオレンジよりも少しやっぱり濁らせて、あまりですね、とんがったオレンジにはしてないっていうところが結構渋くて、この、スバルで言えばある意味この車トップグレードに、トップグレードって、何ですか、車の車格としてはかなり上に相当する車ですので、そういう車に塗る色としてやっぱり開発された、とってもいい色だと僕は思います。ちょっと暑いので先にエンジンをかけますけれども、面白いのがですね、結構小技が効いてまして、例えばこのフロアマットなんかがですね、よく見るとこの水平対向のピストンのレイアウトになってたり、僕は結構このトレイマットってやつは好きでいつも選ぶんですけど、出ないこの、これも魅力ですよね。雑音が少ないで、もう今このボンネットのダンパーが当たり前になってます。これはもう両持ち、片持ちではなくて両持ちのダンパーで、当然アルミの、当然もアルミのエンジンフードになります。シューンとね、この家長のヘッドライトで、とっても魅力的ですよね。で、このグリルはグレーで、で、ここは樹脂をむき出しにしてありますが、これ気をつけてほしいんですけど、やっぱりそのデザイン上の観点からですね、これを同色にっていう話が結構出てるんですけど、この空力脂肪がこの車の非常に高速安定性に効果を出してますので、そのためにあえてこの空力脂肪を出すために黒く樹脂面を残してるということだけはオーナーはよく知っておく必要があります。これは性能のための作り気アイテムです。ですからこれまでのですね、アウトバックなんかのこういう、いわゆる樹脂でこの
せるっていう方向とはちょっと違ってて、空力を良くするためのアイテムになってで、ボディにこれを施すの効果はあるんですけども、それはニューブルクリンクの車輪時間がそういうことになってるんですが、まあそれはね、あくまでもレースに出る車だからできるんだって、量産車にはそれはなかなか難しいですよね、塗装の表面、まあ、例えば削れてしまうとか耐久力が落ちるといった問題が出てきますからね。まあその要所要所にそれが施されて全体の性能が成り立っているということを知っておく必要があります。さあ、これは一番のベースグレードなんですけれども、こういういわゆる褐色と言われるやつですが、この色はですね、もともと STI が得意とする芋のブラックというんですけど、芋の蝶ブラックで、こいつがもう当たり前に最初からついてて、レッドステッチも STI が得意とするものですけども、もう最初から実は GTH にも入っていて、輸出は GT に相当するグレードがあるんでしょうけども、国内は STI スポーツとこの GTH だけですので、どちらの車も両席とも電動シートになっています。で、両席とも電動シートになっているので、まあ、若干重量的にはですね、重いと思いますので、まあオーナーによってはですね、このシートも軽い、スポーツシートに変えるという手もあるし、以前は RIR を作った時に、わざわざですね、平川前社長は、シリーズの中で最も軽い、ものを RIR に付けたということがあったんですね。もちろんこの価格帯を考えると電動の方が細かく調整ができるしいいんですけれども、将来考えた時にですね、これで面白いコンプリートを作ろうとしたら、こういうものを排除して、軽いシートに変えたりするだけで結構面白い車が、スバルから出すこともですね、できるんじゃないかなと思うんですけどね、それはやるかやらないかだけの話で、じゃあちょっと運転席を紹介しようと思います。基本的にレボームとそんなに大きくは変わらないですよね。この空間そのものはレボームとほぼ共通なんですけれども、リア の骨格の形成とかそういうことはやっぱりセダンとワゴンではまるで違うし、装着できる将来ですね、装着できるタイヤのサイズもこちらの方が余裕がありそうですよね。僕は20インチぐらいまで行けるような雰囲気があるので楽しみにしてるんですけど、この色をその使ったのかどうかわからないですけども、スバルはあまりやる気のない限定車の作り方だったんですけれども、トヨタさんはかなり最近イケイケムードがすごく出てますので、欲しい限定車をどんどん出してくるんですね。例えば、スープラに、昨日話したかもしれませんけど、そのマットホワイトですよね、マットのホワイトで中をタンカラーにするっていうマニュアルシフトの限定車を出したり、それから輸出も含めた86のこのオレンジモデルを
作ったりですね、すごいですよね。で、このオレンジをどういうふうにスバルは育てようっていうふうに思ってるのかちょっと僕もよくわからなくて、もし一緒の色を86に塗ったとするとちょっとやり方が乱暴かなと思うんで、色の名前が違うので一緒じゃないといいなとは思うんですけども、でも塗料開発ってお金かかりますからね。本当にその仙台のためにトヨタがわざわざオレンジを作ったとも思えないんですが、このもし一緒の色だったら名前変えたりして、このおためごかしはやめた方がいいですよね、お互いのためにね。色っていうののこの尊厳というかね、そういうことを、色に対する尊厳をやっぱりちゃんと持たせてあげて、例えばユニシアンレッドっていうふうに名前を付けたんなら、その双方でちゃんと同じ名前を名乗って、その色というものにやっぱり、色をその作った人ですよね、こう色を作って決めていった人をやっぱりちゃんとリスペクトしないと罰が当たると思いますよね。でこのオレンジもちゃんとこれから使い方を考えて、トヨタに塗っちゃいけないとは言いませんけれども、まあいたずらにね、それぞれ、乱暴な使い方をするっていうのはやめてほしいと思うんですが、まあ過去ですとね、例えば86にはスバルにない、全然ない色がこう塗ってありましたよね。ネズミ色の濃いやつとかソリッドのね、一番びっくりしたのがスバルのハイパーレッド、ハイパーブルー、ハイパーブルー、ハイパーブルーにそっくりな色があって、うわーって思ったんですけど、実はあの色はトヨタさんが作った色なんですよね。まあ、スバル側はあの当時はですね、XV に作ったハイパーブルーをトヨタさんが塗ってくれって言われても、うんって言わなかったんですね。でうんって言わないので、トヨタが自分でこういう色ですって開発して、それを持ってきて塗ってくれっていうことで、トヨタの明るいブルー、ハイパーブルーですね、トヨタ版のハイパーブルー、あれはオリジナルの色ですから、まあそういう会社ですからね、やっぱりきちんとスバルにある色をですね、自分のところの限定車仙台にですね塗ったとは思えないし、写真で見たところは違うので、変な名前だけ変えてね、お互いに使い合うっていう、そういうあまり良くない使い方は、ぜひねこれからやめてほしいと思うんですけど、これは僕は知りませんのでね、あくまでもこのオレンジに今乗って、ね、うちの WRX の色ですから、ね、少し軸足をきちんと置いて、扱ってほしいと思います。隣の多分この BRZ ここにありますけどね、この色、同じ色だと思うんですけど、86と名前が違うんじゃないですかね。トヨタさんのことあんまり詳しくは知らないんですけどね、そんな風にね、ちょっとね、感じるわけです。まあね、いろんなことがやっぱり、昨日からもありましてね、今朝も朝からバタバタと忙しくて、ちょっとお疲れモードに僕もなってますけどもでこう鏡に映った自分を見て、毛が逆立ってるみたいなね、犬も飼い主にいてこうなる時があるんですけど、うわーって盛り上がってくると、うわーって盛り上がると、シェパードのこの毛がグーッと上がってくるんでね、今こいつ喜んでるとかね、何か企んでるっていうのがね、よく分かるんですけど、まあ「ド発展」なんて言い方が確かあったですね、あんまり使わないけど。でさあ、この、D シェイプをねちゃんと踏襲して、これはもう WRX だけ、レボグとね WRX だけの、アイテムで、エンジンはまあレボグには2種類あるんですけども、 WRX には潔くこの 2.4 リットルだけと。
で押しむらくは MT が選べないっていうことなんですけども、いろんな理由でそれができないんでしょうけどね、まあ、その代わりあのその中ない部分をですね十分に埋めることができるトランスミッションを用意したので、それだけのがっちりとした開発をしたのでどうだいっていうのが五島流の、まあ、提案ですよね。やっぱり五島さん元気ですよね。あのこういう一連のね車作り見てると、あの代々ねスバルに関わってきたっていうやっぱりあの頑固なねところを、五島流のね頑固さをこう表してますよね。そういう人が、まあ、この後もね、車作りに関わってくれることを、まあ、祈りたいと思うんですが、商品企画の若い人たちがね、そういうことが分かるのかどうか、そこをね、僕は最近本当にね、危惧してて、まあ、一連のあの最近の特捜車っていうものに対してはですね、よっぽどですね他に人を取られてガタガタになって仕事ができないのか、あるいはまあ一種のまあなんていうんですか、そのジェネレーションの端境でね、あのこうなんていうんですかね、燃えるような情熱で仕事をしないというか仕方がもう分からなくなってる、そんなこと言われても分かんねえよっていう。教えてくれよ、今更そんなこと言ってどうすんだよって、生まれてきた時から持ってるわけじゃないんだから教えてくれよ、でも誰も教える人がいないし、教えるといろいろめんどくさいと教えるとめんどくさい、だからもういいやみたいなね、そんな雰囲気がもうありありですよね。いやあとでしまったっていうぐらいのね、あの後でしまったなって思うぐらいの限定車作ってよ、ね、えだってそうじゃん、あの黄色い BRZ なんてね100台でしょ、で塗ってみたらしまったみたいなね、こんなにぶどまりが悪かったとは思わなかった、普通の色なのにってね、綺麗な色だからね、あの透けちゃうんですよね、だからそれは分かる人に売ればいいじゃんと思うんですけど、あのこういうボディに隠れるところが透けるとしても、やっぱり量産ラインで塗るとね、いろいろと難しさが出てくるわけですよ。そいつをまあ執念でね100台作って、だからそういうのを見るとね、わっと僕は買うんですけども、そんなんじゃなくってね、本当にねこんなやつ買ってもいいですよね、さっさとね、もうまだね、そういうのって今、ね、何でもそうですけど、不純な動機で買う人も多いですからね、で、そんなうまくはいかないと僕は思ってるんですけど、で責任取らなくてもいいようなことばっかりやるんですね、どこの世界もそう、だからもう総理大臣がそうでしょう、ドーンとしてないもんね。知らないけど、あの頭良さそうで綺麗なんだけど、ね、軸がないっていうかね、まだね菅さんの方があのいろいろ実行してましたもんね。これまあ嫌なこと言うようですけど、これだけねあの補助金ってやってやってやりまくってね、で、まあ、当然どんな世界でもそうですけども、あの薄まっていくわけじゃないですか、お札がね、今そうでしょ、お札が薄まっていくわけですよ、で、日本で貯金してもいくら貯金したって金利はほとんどつかないわけでしょ、今銀行もそれは置いておいてくれればありがたいけど、別に置いておいてもらったからって言って利息をつける必要なくて、どん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 お金が降りてくるので、貸す場所は、探してどんどん貸したいんですけど、
そろそろ貸し剥がしもしなきゃいけないし、貸し剥がしするっていうのは要するにやばいところからは回収しなきゃいけないわけでしょ。で補助金なら全部返してもらわなきゃ、補助金ならね返さなくたっていいんです。そうじゃなくて貸し付け融資ってやつは必ず返さなきゃいけないですからね。まあそれをその見てるとやっぱり多分この後結構怖いことが起こるんじゃないかななんてことをふと考えたりするわけですよね、ふとね。で例えばそのスバルの特定の車種がすごい金額になっていると、でこれも実にやばい話でしてね、本当にそんな価値があるのって言った時にないんですよ。実はそのこれ昔からそうなんですけど、バブル崩壊の頃もそうなんですけどね、あるものがオークションでこうぐわーんと伸びたと、で何でかわからないけど伸びちゃって、そういう価格でないと買えないよっていうふうに高止まりする。で高止まりしちゃったところで、まあ、それをどうしても喉から手が出るほど欲しければ買える人は買えばいいんですよ、買えばいいんですけれども、よくよく考えた時にお金っていうのは、まあ、相対的なものなので、生かせないものを高額で持っててもしょうがないですよね。でいくらその高いものを手に入れたっていう満足感があったとしても、それをいずれ持ちあぐねてですね、お金に換えるという時になると、まあ随分哀れな内容になるわけですよ。哀れなことになりますよね。まあ僕は今本当にどうなってるのかっていうことは全然全く知りませんので、これはマツダコレクションっていうコレクションがあって、で一度も行ったことないんですけれども、一回そのなんか不動産のオーナーのものだったらしいんですけども、そういう世界にその足を踏み入れてみるのもいいかなと思って、最近マツダコレクションって調べても、マツダコレクションってどこにあるのかなって言っても、その当時はねいろんな雑誌にも載ってましたけども、そうそう見ることもないし、そのマツダさんという人と親しいわけでもないので、詳しくは知らないんですけども、まあ本当に、ちゃんとしたコレクションだったんなら今も、ね、残ってるはずですので、まあこの辺りがね、その難しいところですよね。どういうふうに価値観というもの、お金と価値の関係っていうのは、まあ、人間の欲望との絡みもあって、非常にねドロドロしたものがありますよね。まあ、そういう中でですね、正直なところこの WRX がですね、正直ですよ、日本で、これまでの歴代のWRX の、デビューした直後の評価をですね得ているかっていうと、決してそうではないですね。まあ今の、まあ、カフェ規制っていうこともあるし、燃費規制とかいろんながんじがらめの中でよく頑張ってこれ出してきたなと思うんですけども、やっぱりいろんな制限の中で出力を抑えちゃったりしてるじゃないですか。で持ってる能力を発揮できないし、ビジネス的にもなかなか成り立たせるのが難しいと、まあ、そういう中でですね、僕らが30代とかに出会った頃のインプレッサ WRX とは随分違ってきてるんですよね。でそれはでも当然で、 WRX として、まあ、分離してもっと上の車になってるわけで、安全性能も全然違うし、まあ、これからの伸びしろですよね、伸びしろも全く違う車なので、そこを見据えて作ってあるので、まあ、そこはやっぱりWRX が何なのかということをスバルはよく分かって作っていると思います。ただいわゆるまあこれまでの STI っていうこのトップ
ピードをこう目指していくようなっていうことがですね、ここからは匂ってこないのね、まあ結局今どうしても今一応お客さんからですね、この車が喉から手が出るほど欲しいっていうふうに思われてない理由なのかもしれませんね。で、実際僕はセダンそのものが好きなのでこれを下ろしたんですけども、この S シャープに今切り替えるとですね、どうなるかっていうと、そりゃね別次元の車なんですよ。でこれはディーラーへ行って、ちょっと試乗したぐらいでは実は分からない性能をいっぱい持ってましてね。でまあ、さっきリクトの様子を見てもらえばね分かると思うんですけど、あんな風に車をもうユニットとして持たなきゃいけないので、僕はこの車を手足のように使って毎日乗りますということは、今選択の余地がないので乗ることができないんですけれども、もしそういう環境下になければ、まあ BRZ かこれにするのか本当に悩むんですけど、実用性を感じて選択するとすれば、やっぱり BRZ よりもこのトランクのあるこの車の方がやっぱり僕には合ってるのかなというふうに、今こう運転していてもですねつくづく思いますよね。BRZ も好きです、もちろん。で2台持つことは理想なので、もうそれはもちろんいいんですけども、この塊感、さあここからですね、その塊感を紹介します。さあ青、だいたいこの音を聞いていただくだけでかなり違うと思うんですけどね。早い変速がもうポンとDSC と本当に変わらない変速速度だっていうふうに大島さんおっしゃってましたけど、もう全くその通りですね。ただまあ全く一緒とは言いませんけど、ニュルブルグリンクを走るときに乗ってたM2 とかですね、ああいうコンペティティブな車の変速イメージとよく似てます。これは、ね、本当にすごい感じですよね。今ね6速に入ってるんですけど、ここでこう4です。わからないでしょ、変速してるっていうのはね、これここで今7速入りました。で完全なマニュアルモードにすれば MT のように使えるんですけども、今は AT の状態で、このパドルで変速してますので、本当に面白いですよ。じゃあ、MT モードに切り替えます。これで今 MT なんですけど、今5速4速3速変わらないですよ。タコメーター見てれば分かりますので、ね、パンパーンと切り替わります。でこの変速のまたオートマチックの時のパターンをですね、まあスバルドライビングアカデミーの人たちがこう練り込んだんですよね。アダプティブでこうオートマチックで乗ってる時のその発足変速の雰囲気がですね、実にスポーティーなんですよ。だからそういうレーシーな感覚をゲーム感覚でですね、全然こういう、モータースポーツなんか興味はあるけれども、スポーツ走行なんてわからないし習ったこともないし、そんなことしたことがないっていう人は、まあ、この車初心者が買えとは言いませんよ。初心者が買っちゃダメですけど、ある程度もうセダンのいいのは乗りたいなってね、やっぱりまたセダンです、 WRX がいいなって思ってる人に僕がお話ししたいのが、まあこの車をね、買ってオートマチックモードでこの S シャープ選んじゃえば、あとは車がいろいろやってくれるので、で別にこのマニュアルボードなんて無理に使う必要はなくてね、車に任せときゃいいんですよと、こういう話です。で実は僕もニュルブルクリンク走るときに、最近はですね、最近って言ってももう3年行ってないんですけど、最後の頃はもうスポーツもマニュアルシフトで走ることが結構多かったんですけど、最初の頃はやっぱり分からないので、でオートマチックモードで走ったりしたんですよ。で
すいません、ちょっと、いつもと違うカメラを使ってますので、ちょっと途切れてしまいましたので、ちょっとここから、最後の、締めに入りたいと思うんですけども、やっぱりその、オートマチックモードでも、かなり MT として、走らせるような、この MT っていうか、マニュアル操作で走らせる楽しみを、かなり、与えてくれます。で、完全な MT で走るとものすごく変速が速くて、スポーティーで、なかなかそそるものがあって、これ1台あればかなり、実は楽しめると、あの MT 好きでもですね、そういう車になってるということを今つくづくと思ってます。で、まあこれからの開発のことは僕は分かりませんけれども、当面日本にはもうこれしか作らないし、 STM 出てこないということははっきりしてますのでね、少し考え方を変えられて、もう少しこの WRX の GTH ですよ、SJ スポーツのアクティブサスもいいんですけど、普通のこの状態がこのダンパーがなかなかいい出来で、いい出来なんですよ。で、カスタマイズしたら面白そうですよ。でさっきもちょっと言いましたけど、軽いシートをつけたり、エアロ組んだりですね、遊びたいんですけど、ぜひね、一度この車見に来てください。終わります。